こんにちは人事部長の長の谷川です、えー、今年のですね私のベストセラーはこれです。マインドセット。えー、創始者というところから出ております、えー。やればできるの研究ということで、これはです、ね、アメリカのキャロル・ドゥエック教授、スタンフォード大学の心理学の教授が書いている著書なんですけども、これ非常におすすめの本です。で このマインドセットって何かというと、まあ、平たく言うと心の在り方というふうに定義されているんですけれどもでこのマインドセットにもお2種類あります。二種類あります。で、えー、1つはですね、硬直マインドセット、まあ、固定型マインドセットという言い方もありますけれども硬直マインドセット。で、えー、もう1つはですね、しなやかマインドセット。 まあこれは成長型マインドセットという言い方もあります。で、この硬直マインドセットというのは、えー、どういうものかというと、自分の能力は石板に刻まれたように、えー、固定的で変わらないと信じている人ということなんです。で、一方で、しないかマインドセットというのは、人間の基本的資質は努力次第で伸ばすことができるという信念。こういう捉え方なんですよ。だから、 まあ、ひもう少しちょっと平たく言うと固定型マインドセットというのは固定型、まあ、あの硬,直が硬直マインドセットというのは、まあ、持っってて生まれた能力とか、えー、そういうういいいもの,ってのは、まあ、変わらないっていう話ですねだから得てすると失敗をしたものに対しては避けて通るとか逃げてしまうとか,だから人間あの変わらないと思っているので失敗したっていうことはもうそれを乗り越えられないというふうに思ったりとかするんだと思うんですね。だから、まあ、避けてて通ってしまうと 一方でしないかマインドセットというのは、えー、失敗したとしてもですねそれはまあ一つの過程プロセスということであってそれをまあどうやったらこれ乗り越えていけるのかということをその次の段階ですね未来に向けて考えていくっていうことですつまり自分の能力は変えていけると、まあ、成長していけるというふうにかん思っているということなんでしょうね。でこのことをこの本に当てはめて自分の反省をちょっと振り返ってみたときに まず一つ思い出したエピソードとしてはですね、えー、新卒で入った会社はですね私はあの大学進学の予備校だったんですけどもその予備校であの電話かけの営業だったんですよ、まあ、今ではちょっと珍しいですけどもまだそのネットもない時代で個人情報保護法とかもですね、えー、ない時代だったんですけども、えーま、電話をかけてですね、えー、塾の勧誘、ま、するってことです平たく言うと。 で塾っていうのは、もう勉強する、まあ、当時は私はあの高校生が担当だったんですけど、高校生、えー、ですね、勉強するのは。で、一方で、高校生はお金出して自分で塾行かないですから、親御さんですね、お金出すのは親御さんですから、えー、この勉強する生徒さんとお,お金を出す親御さんを、このこう、えー、2社、もしくは3社ですね、えー、2人、えー、親がいればですね、えー、3社この3社。 2社3社をです、ね、説得するっていうのが、まあ私のが私仕事だったんですよだからそのテレ,テレアポを取ってですね電話かけをして、えー、アポイントを取って訪問する、まあ、もしくは塾に実際に、えー、来店いただくみたいなそういう営業だったんですけども、えー、っとこの営業がですね新卒第1期生だったんです私は。で1期生で、えー、5人営業はどうきました あのそれ以外で講師とか事務、えー、の人とか含めたら30人ぐらいいたんですけども営業としては5人の同期がいたんですね。で営業の、えーまあ、スタッフというか同じ営業をやってる人たちっていうのは中途社員の人がほと,ほとんどで400人ぐらいいたんですね全国に。でそういう会社で、えー、駆け出しをしたんですけども。 新卒で入ったので研修研修修導入入があります入社してから研修があるんですけども、まあ、それが終わったらですねもういきなりお客さんに電話かけをするという,もう実践だったんですよ。でこの実践に入ってから初めて契約取るまでにですね一番最短で取ったのが2週間の、まあ、同僚がいたんですよ。これすごいんで,すよで同僚が2週間で初めての契約取りました。 で私も焦り焦りましたよね、まあ、同期がまず最初に2週間でその後に数日経ってからまた、えー、初めての契約でまたっていう感じでですねで最終的に5人のうち4人が契約をもう取りましたとで残すは私だけといやほんと焦りましたよねでまあ時間が経って約 1> 1ヶ月ぐらいですかねだから一番最初に初めて契約取った同僚から比べれば倍ぐらい時間がかかってがまあもちろんそれは嬉しかったんですけどもその一方でややなんでででここまでやってですね多分私同僚よりも早く会社に出社してましたし電話かけも同僚よりも多分数多くできる可能だったらもうどん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 電話かけしてたので。 ななななんんででかななんて思いながらですねだけども、まあ、めげずにでですすねやり続けていったんですよとにかく、まあ、当時は別に「両稽古」という言葉は知らなかったですけども、まあ、数をどん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 やっていけば待ってるお客さんもいるんだろうなって思いながらですね電話かけをしてましたでそうこうしてるうちに1年目の12月を迎えた時にこれ全社の,のセールスコンテストがあったんですよ400人。 400人のメンバーでコンテストを1ヶ月間競うんですけどもその400人の1ヶ月間コンテストで競った時に400人中13人という結果が残せたんですねでこれまあ,あのまあもちろん13位なのでそのベスト10にも入ってないわけなんですがまあベテランの中途社員の人たちとね対峙しながら えー、セールスをやっていたんですけども、まあ、結果その13位というのは、まあ、同僚の中では、まあ、群を抜いて、えー、順位、えー、取ることができたということなんですね。でこの時に思ったのはやっぱりこう諦めずにまずはちょっとこうとことんとことんこうずっと追求していったらどっかの段階でブレイクするんだなっていうのがすごく感じたんですよ。だからまさにこのマインドセットで言うと、えー しなやかマインドセットですね。成長型マインドセットということです。まあ、そんなことをちょっとこの本ね、この本を読みながら感じたところでした。ということで今日は以上になります。ぜひチャンネル登録をお願いします。